本日も自分の欲求を満たすためクズたちが集まっております。早速ですが小関さん、専務よろしくお願いします。はい、お願いします。この番組はプレゼンによって夢を叶える企画となっております。それでは本日のクズをお呼びいたします。おい、こっち来い。失礼します。はい、はい、すいません、失礼します。それでは自己紹介と叶えたい夢をお伝えください。はい、佐藤ペカ太郎と申します。はい、私1年半経ちました、この会社に入って。そこでそろそろ営業所を自分で持って独立したいなというのが夢となっております。この間なんか試験を受けに行って落ちたよね。まあ、まあ名前佐藤ペカ太郎って書いたらまあ落ちるわな。その辺とかは大丈夫もうってなってきたらもういよいよ俺最初の方からいいおかしいけどもうそれもつまみ出そうかなぐらいの年齢やけど、名前とか大丈夫、住民わかんの。そうっすね、まあ、資格取ったらどうだねなんかいろいろ印象するから。ペカ太郎本気か書いちゃったかもしれないですね。まあ、その辺からやり直すわ。僕も、警備の国家資格もないのに、そもそも営業所って開けるんですか？無理やぞ。もし、解説できるんやったら、そのデータってあるのかなと思って、根拠を示してください。いや、それで、終